神戸です。プロ野球ファンの皆さんこんばんは。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ12回戦の模様をこれからご覧いただきます。現在2位のバファローズ、ファイターズとの2連戦です。お隣には田尾康さん、西崎幸弘さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあリポーターも紹介しましょう。はい、こんばんは。我々がベンチ裏やスタンドから様々な情報をお届けいたします。お楽しみに。はい、お願いします。バファローズのスターティングピッチャー金子、前の登板は敗戦投手になっています。ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、ファイターズの攻撃、トップバッターは1番田中健介。今シーズンのバファローズ、ここまでのホームゲームでの成績です。勝ったのが19、負けは24。何を投げてくるか。最初はストレート持ってきました。厳しいコースに来てますからね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですね。1回の表、ファイターズの攻撃、第2球。これは大きい、強い当たり、右中間に上がった。2つもらいましたね。綺麗に破った。深々と破りました。ボールをつないでいく、ツーベースヒット。田中、右中間へのツーベースになりました。そして打順が変わります。森本、早くも点につながる場面を迎えています。いやー、もうね、ヒットが15打席ないですからね。はい、ここはヒットにしていきたい、本人が一番思っているでしょう。初球狙って空振りです。ワンストライクです。マウンドは先発ピッチャー金子。第2球はどういく。バントします。取った、一塁送球。ここは手堅く行きました。これでワンアウトです。そしてクリーンナップという場面、稲葉。さあバッターボックスです。ここはね、2点3点と期待したいですよ。はい、ここで怖いバッターが続いていきます。初球です。まずはスローカーブを見せました。今のはね、ピッチャー得しましたよ。はい、そのボール球を振って空振りです。バッター稲葉、次の第2球、2を切ります。なかなかタイミングは合いません。次の配球は、あっと変化球、2エンド1になりました。さあ4球目、ボールです。これは釣り球、引っかかりません。さあ何を見せるか。これは強烈な当たり、低い当たりになった。ライトの前、ワンバウンド。さあランナー今ホームイン。ボールが返ってきたが、タイムリーツーベースヒット。1対0、1点先制します。いきなりスコアボードに点が記されます。さあ得点シーン、もう一度ご覧いただきましょう。ここは理想的な形でタイムリーヒットが飛び出しました。そして次のバッターとなります高橋、ワンヒットで追加点というこのバッターボックスです。オリックス対日本ハム12回戦の模様をご覧いただいています。初球スローカーブできました。ちょっとタイミングが合っていません。初回からの失点、あとはきっちり抑えたいところなんですが、ボール、抵抗カウント、ワンエンドワン。金子、この試合先発のマウンドに上がりました。すでに1点を与えています。さあ3球目はどうか。低めのボール球を打っていった。一塁間の当たり、ファーストへ送ります。一塁アウト、ランナー進んでました。高橋ファーストゴロに終わりました。ここで打順は DH へ回ります。スレッジ、そのバッターボックスとなります。こういう場面でね、こういうバッターに回ってくれるんですよね。はい、得点圏にランナーを置いてからのバッティングは要注意です。2アウトになっています。さあ1球目、初球は際どいところに来ました。ワンボールです。すでに1点を許しています。さあ2球目は、ちょっと今のは危ないボール。あっと今度はインコース、ノーツーです。
このゲームが始まるまで過去3試合の成績なんですが、12打数で3安打。これはバットが合いません。まあ外は予想してたと思いますけども、体がついていかなかったですね。はい、中を見せて外というピッチングでした。バッターは DH フレッジ。バッティングカウントからの4球目、見送った。カウント1エンド3。このゲームはいきなり動きがありました。次が5球目。さあこれは痛烈だ。打球は1、2塁間へ。しかしこれはファーストが抑えています。1塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さあバファローズ1点を追いかけます。そしてファイターズの先発ピッチャー只野、今シーズンの登板数が12となっています。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、バファローズの攻撃。バファローズの先頭バッター坂口。最近登板した3試合の成績ご紹介しましょう。勝ったのが2、負けは1、そして自責点の数が5となっています。まず変化球を見せてきました。この球は外れています。今シーズンの打率をご紹介しましょう。3割飛んで2輪のアベレージ、そして放った本塁打の数が1となっています。ストレートできました。これも外めに行きました。1回の裏、バファローズの攻撃。さあ3球目、今度は変化球、2ストライク1ボール。さあ4球目、内へのボール打った。取った、1塁へ。アウト、アウトです。坂口ショートゴロに終わりました。そして次の2番村松、左打席に入っています。オリックス対日本ハム、その2連戦初戦の模様をご覧いただいています。さあ1投目、佐藤から、これはショートの上、下がった下がった。村松ショートフライに終わりました。そしてクリーンアップへと続きます。ラロッカ通算500本安打まではあと4本。今日のクリアはちょっと難しいと思われますが、先頭打者は内野ゴロ、その後は内野フライに終わらせました。最初のボールは、最初のボールを決めました。ワンストライク。バファローズリーグ2位となっています。どう攻めるのか。さあこの打球はショートへの当たり、抑えた。一塁に送ります。一塁アウトで3アウトチェンジになります。1回の裏を終了、バファローズ3人で攻撃を終了しています。2回の表、ファイターズの攻撃、トップバッター小屋のミニバッターボックスに入ります。まあコンディション良さそうですね。動きもいいしね。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。どこから攻めるか。初球スライダーで入りました。ノーワン。ここまでのアベレージ2割6分9厘のアベレージ、そしてホームランの数が7となっています。2投目は強烈な当たり、センターへ上がっている。これはセンターへの打球になります。小屋のセンターフライに終わりました。そしてバッター糸井、さあ初球はどうでしょう。まずは外から来ました。ワンラッシングです。この回はワンアウトになっています。次の第2球、ここはまっすぐ誘ってきましたが乗りません。ここまでのアベレージ2割7分2厘のアベレージ、そして打点の数は35となっています。高め、これはショート取りました。一塁へ送ります。アウト、糸井ショートゴロに倒れました。そして次の8番鶴岡、2回の表2アウトです。得点差わずか1点、ファイターズがリードしています。どこに入れてくるんでしょうか。初球打ち、左への打球です。あっとワンバウンドヒット。さあヒットになった。さあ二塁間に合うか。ツーベースヒット、センターへヒットを打ちました。今のはボールですけども打たれましたね。なるほど、その球を打たれました。
さあ得点の期待できるバッターとなります。金子誠、ランナー返せば追加点というこのバッターボックスです。ツーアウトランナー二塁です。さあタオさんにお聞きましょう。ファイターズの攻め方はどう見ますか。まあ、リードはしてますけどね、油断だけはいけませんね。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。はい、初球村本インコースに来ました。ボールカウントノーワン。この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後ツーベースヒットを許しています。今度はスライダーを持ってきました。ワンエンドワンになりました。今シーズンのアベレージです。2割5分3厘のアベレージ、そして打点の数が30となっています。ここは見送ります。このボール球には引っかかりませんでした。バッター金子誠、バッティングカウントになったがコーナーへ決めました。いいところへ決めてきます。さあ何を見せるか。打って打球はライン際、決めるか。取ってそのままキャンバスに入ってスリーアウトチェンジ。さあバファローズ1点を追っての攻撃です。さあ今日のベストバッター賞はご覧のお二人に決定いたしました。おめでとうございます。お二人には2回の裏バファローズの攻撃、バファローズのトップバッターカブレラ、今日最初のバッターボックスです。2回の裏バファローズの攻撃、ログから行く。最初はスライダーできました。ノーワン。西崎さんにお聞きしますが、この立ち上がりという点ではどうでしょうか。いい感じの立ち上がりだと思いますよ。はい、このまま安定したピッチングへと持っていけるんでしょうか。今度はまっすぐできました。ワンストライクワンボール。カブレラ日本に来てからの打率なんですが3割飛んで6厘になります。来日8年目での成績です。バットに当たりません。2エンド1になりました。次が4球目。打っていった。ピッチャーの前になります。取りました。一塁へ。アウト。カブレラセカンドゴロに終わっています。バッターローズ左のバッターボックスに入りました。今日最初のバッターボックスに入っています。第1球はその初球は外のボール。ボールカウントノーワン。ただの今日先発のマウンドに上がりました。そしてランナーは許していません。2球目低めインコース、平行カウントワンエンドワン。ワンアウトになっています。さあ3球目は三遊間はどうだ。取りました。一塁送球。あーアウト。ローズサードゴロに終わっています。そして次の6番一気右の打席です。この回順調に2アウトまで来ました。最初の球はまずスライダーを持ってきました。カウントワンストライクノーボールです。先頭バッターは内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。さあ次はどこへ行くか。まっすぐを打ってセカンドへの打球、取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあファイターズ次の攻撃は打順よく1番から始まります。3回の表ファイターズの攻撃、この回から2巡目に入ります。田中健介左の打席です。さあ第1球鋭い打球、初球捉えました。2球目はどう攻める。見送ってストライク、緩いボールで追い込んでいます。さあ1球様子を見るか。変化球できました。バッテリー1球外してきました。さあ次の4球目はあっといい当たり、破った。一塁塁間を抜けていきます。さあヒットが飛び出した。田中ライトへのヒットが出ました。さあランナーが出ました。森本初回の第1打席送りバントを決めています。どこに入れてくるか。最初は変化球できました。ストライク狙ってきたんでしょうか。
得点差わずか1点、ファイターズがリードしています。次のボールは送ってきました。取りました。一塁へ送りバント成功。ここはね、確実に行きましたね。はい、ランナーを確実に進めました。そしてバッターは3番稲葉。バファローズファンに埋め尽くされた神戸から実況生中継でお送りしています。1投目はどうでしょう。初球ストライク、ワンナッシングです。金子、この試合先発で登板しました。そして1点を与えています。外、外れてボール、ワンエンドワン。稲葉、今日は1回塁に出ています。3球目はどうする。これはストレート、ワンツー。金子、今日は3回途中までを投げて許したヒットが4本、この回は1本がありました。打った、取りました。ファーストへ、一塁アウト。稲葉ショートゴロに終わっています。ちょっとチームバッティングもねしたかったですけど。はいですね。2回目の打席はどうでしょうか。初球は最初は外に持ってきました。カウントワンストライク、ノーボールです。バッター高橋、さあ次はどう攻めるか。インコース低め、これは決まった。これは見送っただけになりました。遊び球はあるのか。ドンピシャのタイミング、取った、取ってスリーアウトチェンジ。さあバファローズ1点を追いかけます。3回の裏、バファローズの攻撃、7番からの打順になります。下山、右の打席に入りました。ノーアウトランナーありません。いやー、タオさん、バファローズはどうすればいいですか。まだ1点差。大きな打球になった。大きいぞ、これは大きいぞ。フェンスを越えていきました。同点ホームラン、下山、これが今シーズンの第4号。3回の裏、同点のホームランが出ています。そして同点のホームイン、1対1。そしてチームメイトが並んでいます。1点を返します。追いつきました。さあ今のホームランです。同点となったこのゲーム、このままリードを取っていけるんでしょうか。次のバッターが入ります。大引き、ただのこの試合先発のマウンドに上がりました。そして1安打を打たれています。その1本は先ほど許しました。初球コーナーをついてきました。ワンナッシングです。今日最初のバッターボックスです。2球目です。インコース、低めのストライク、カウント2ストライク、ノーボールです。実況席の山口さん、はい、バファローズリポートです。はい、どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打った球はバットボールじゃない、うまく合わせて打てましたということでした。山口さんどうぞ。はい、ありがとうございました。外のボール打ちました。さあランナーが1人出ました。日高、左の打席に入っています。この回追いつかれています。最初の1球は何か。変化球打って左方向、交代交代、あっと落ちた、落ちた、レフトの前。さあ一気に逆転か。さあ田尾さん、今のはカットボールでしたけどね、打たれましたね。はい、その球を失礼した。今の打席です。ここで打順が一巡します。高口、ランナー帰れば勝ち越しとなります。一つ前の第一打席、ショートゴロに終わっています。さあ第1球打ちました。あっと最悪のコースに行ってしまった。二塁へ送ります。二塁はフォースアウト、一塁もアウト。ロキョンソンのダブルプレー。そして2番村松、さあバッターボックスです。なんかチャンスになるとね、あまりヒットがないんだ。ガッスンを打ちました。この打球もショートです。抜けた、綺麗に抜けた。今サードランナーがホームイン、2対1逆転成功。バファローズ初めて勝ち越しました。そして次のバッターを迎えます。ナロッカ、3回の裏ツーアウトです。3番バッターナロッカ、タッチして、これは一塁セーフです。さあ初球、初球外に来ました。カウントワンストライク、ノーボールです。
これが2回目のバッターボックス。次の2球目、低いボール、センターの前、ヒットになりました。ファーストランナーは2塁に止まります。ナロッタ、センターへのヒットになりました。さあ、塁上がうまく動きました。カブレラ、ワンヒットで追加点というこのバッターボックスです。何を投げてくるか。最初から丁寧に攻めてきます。この球はボールになります。この回リードを許しています。2球目はどうか。打ちました。あっと二遊間へ転がっているが、一塁アウトで3アウトチェンジになります。各地のプロ野球情報です。まず神宮球場、1対0スワローズがリードしています。デーゲームの千葉マリンスタジアムです。3対2ライオンズが勝ちました。その他のゲームはご覧の通りです。4回の表、ファイターズの攻撃。バッター、フレッジ、左のバッターボックスです。どこから狙うか。初球わずかに外れてボール、ワンボールになりました。4回の表、ファイターズの攻撃。さあ第2球、見送った。ボール2つ続きました。ここまで1点を与えています。さあ3球目はどうか。打ちました。打ち上げてセンターです。しかしこれは間に合います。スレッド、センターフライに倒れました。バッター小山、6番バッター。最初の1球、最初は見ていきます。ワンボールです。金子、1点のリードをもらってのマウンドになります。第2球決めてきます。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。金子、4回ワンアウトまで来ています。そして4安打を打たれています。さあ第3球、インコース低めのストライク、3球とも低いコースに来ました。さあ4球目、見送った。このゲーム最初の三振となります。そして次の7番、糸井。さあ初球です。まずは外から来ました。1球外しました。次の投球が今日の50球目。さあ次はどこへ行くか。打っていった。これはピッチャー正面、一塁に送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。4回の表が終了。ファイターズ初めて3人で攻撃を終了しています。4回の裏、バファローズの攻撃。対します、この回の先頭ローズ。さあ初球はどうでしょう。まずは変化球、空振りになります。ワンストライクノーボール。バッターは DH ローズ。このボールはどうか。ここは見ます。ワンエンドワンです。さあ西崎さんにお聞きしましょう。この序盤のピッチングどうでしたか。失点した後のスラッター詰まらせました。三遊間取って一塁へ、アウト。ローズサードゴロに終わりました。打順が移ります。一球、右のバッターボックスに入っています。第1球は最初は外に持ってきました。ワンストライク。この回はまずワンアウトを取っています。さあどうでしょう。しっかり捉えた。これはセンターへ上がった。後ろに下がった、下がった、取った。しかし大きい打球でした。そしてバッターは7番下山、右の打席に入りました。最初の球は初球スライダーできました。ワンナッシングです。ただのすでに許した安打の数が5となっています。さあ2球目、今度も落としてワンエンドワン。先頭打者は内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。さあ3球目は今度も落とした。ワンエンドツーになっています。ツーアウトになっています。さあバッター有利か。変化球打ちました。これは1、2塁間、バーッと破った。綺麗に破りました。2アウトからヒットが出ました。
ライトへのヒットを放ちました。今のはストライクゾーンに入ってませんでしたね。はい、その球をヒットにされたという今の場面でした。初球はボールになりました。この球は入りません。3回の前の打席、センターへのシングルヒットを記録しています。2投目、これは変化球入りません。バッテリー1球2球と外してきました。ただの4回2アウトまで来ています。そして2点を与えています。決まりました。ヘッドがですね、体に巻きつく感じで打ちたいですよね。あ、そうでしょうね。これが2回目の打席、バッティングカウントからの4球目。高めのボール打った、取ってファーストへ送ります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。4回の裏を終了、バファローズ得点はなりませんでした。5回の表、ファイターズの攻撃。ファイターズの先頭バッター、鶴岡、右のバッターボックスに入っています。最初の1球、初球スライダーで入りました。ワンストライク、ノーボール。金子、今日の4回までのピッチング、打たれたヒットが4本、そして1失点というピッチングです。これはそれました。平行カウント、ワンエンドワン。ノーアウトランナーなし。カオさんにお聞きしますが、ここはどうすればいいでしょう。やっぱまずストレート、右方向へ取りました。これでワンアウト。鶴岡ファーストフライに終わりました。どこに出てくるんでしょうか。まず際どいコースをついてきました。ノーワンです。この前の打席なんですが、ファーストゴロに終わっています。さあ2球目はコーナーに決めてきました。ワンエンドワンになりました。この回はワンアウトになっています。さあ3投目、これは変化しました。スライダーで追い込んでいます。さあ第4球、セカンド取って一塁に送ります。一塁アウト、アウトです。金子セカンドゴロに終わりました。打順がトップに戻ってきます。田中健介、ここまで1点を失っています。さあ1球目、初球振りません。バッテリー1球外してきました。田中健介、今日は2回塁に出ています。第2球はどういく、ボールです。これは大きく外れてボール2つになりました。金子5回2アウトまで来ています。そして1点を失っています。さあ第3球、ドンピシャのタイミング、これは低い打球、打球はライトへ、鋭い打球です。あーっと落ちた、ワンバウンドヒット。石崎さんにお聞きします、打たれたのは何のボールでしょうか。まあ今のチェンジアップでしょうかね。ちょっと抜いたようなボールですけどもね。なるほど、チェンジアップですか。最初はスローカーブできました。ちょっと合わないようです。バッター森本、さあ牽制。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後ヒットを打たれました。これも強い当たりだ。打球はセンターへ上がったぞ。追っていく、取りました。これで3アウトチェンジ。ゲームは5回の表を終了しています。ファイターズ得点はありませんでした。5回の裏、バファローズの攻撃。バファローズの先頭バッター日高、さあまずはボールから入りました。この球は外しています。点を許してからのピッチングというのはどうご覧になってますか。まあこの回もゼロでいければ立ち直っていくと思いますけどもね。外へ、カウントワンエンドワン。ただ今日は4回までを投げて許したヒットが6本、そして2失点となっています。3投目入れてきました。低めを丁寧に攻めています。次が4球目、
縦のスライダー、カウント2エンド2。さあ5球目、変化球持ってきました。フルカウント2スリー。さあ2スリーになった。あっとか、ショート後方への打球、交代交代、これは取れない、ワンバウンドヒット。ノーアウトからランナーを出します。センターへのヒットを放ちました。今のシュートは甘く入ってましたね。そのシュートをヒットにされました。どこから行くか。その初球は外のボール、バッテリー外してきます。点差変わらず1点差、バファローズがリードしています。さあ2球目はチェンジアップでしょうか。決まりました。ワンエンドワンになりました。バファローズ連戦初日、まずはリードを取っています。低いところへ決めてきました。どうしても高めが頭に残りますからね。はい、ここは高低をつけた配球できました。さあ4球目、キレのある変化球、よく見ましたね。はい、しっかりと見ました。次が5球目、強烈な台、低い打球になりました。右に持っていった、ライト線に上がっているフェア、ライト線、これはフェア、ヒットになります。ボールをつないでいく、ツーベースヒット。そして打順は2番村松、そのバッターボックスです。いやー、チャンスできてんですよね。はい、ここは点にできる場面になります。3回の2打席目、勝ち越しのタイムリーヒットを打っています。さあ初球、まずは見送りました。ワンボールになりました。ランナーを続けて出しています。この球はどうでしょう。ストライク、外へ2つ続けました。2番バッター村松、さあ次の3球目、内へのボール外れました。ワンストライクツーボール。さあ3回目のバッターボックス、さあバッター有利か。あっと打ちました。この打球はセンターに上がりました。あっとこれはセンターの前、ワンバウンド、サードランナーがホームに帰ります。続いてセカンドランナーもホームイン。4対1タイムリーヒットが飛び出した。2点を追加します。この差は3点になりました。そして次の3番ガロッカ、ここまでの通算安打が497本、500本がいよいよ近づいています。初球スライダーできました。ワンストライク。この前の第2打席、センターへのヒットを放っています。さあ2球目は、さあいい当たりだ、バッとピッチャーを振った、二塁フォースアウト、一塁転送間に合うか、アウト、一塁マウンドでゲッツーに切って取りました。次のバッターです、カブレラ、第1球です。まずは簡単にストライクが来ました。ワンナッシングです。ツーアウトになっています。さあ2球目、変化球、空振りを取ります。さあ追い込みました。様子を見ていくか。この外のボールはバッター我慢しましたね。はい、手を出しませんでした。次の4球、さあこれは強烈だ、どうだどうだ、いった、間違いありません、ホームラン、ホームランです。カブレラ、これで今シーズン放ったホームランの数を39としています。5回の裏、ここでホームランが飛び出しました。さあこの勢いでその差を開いていきたい。今ホームに戻ってきました。5対1ベンチ前、ラインとタッチ、1点を追加します。4点差に広がりました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。そして次は DH ロード、最初の1球、2投目、これは縦のスライダー、ボールカウント2ストライク。
追い込んだが、またストーンと落としてきました。この球はボールになります。さあ次の4球目は、これはまっすぐ、ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか、ボールカウント2エンド2、変わりません。右に打ち返した打球は一瞬の間にライトスタンドに飛び込んでいきました。5回の裏ホームランを放ちました。これは中押し、中押しになるホームランです。そしてチームメイトが並んでいます。追加点が入ります。5点差に広げました。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。今日初めてのピッチャー交代です。中村、まあこの判断はいいと思いますけどね。これで9回目の登板ということになります。さあそのピッチングはどうか。そしてバッターは6番リート、まあ、他の、ね、選手はみんなヒット打ってんですよ。はい、この打席もそれを狙いたいところでしょう。初球インコースから入りました。ワンストライクノーボール。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。どこに構えるか、まっすぐ打ちました。低い当たりになった、取ってこれで3アウト。さあファイターズ5点を追いかけます。神戸からお送りしていますゲームは6回表ファイターズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。稲葉最初は変化球持ってきました。ノーストライクワンボール。ここまで1点を与えています。さあ2球目、ストレート、2球目も外れています。3回の第2打席ショートゴロに倒れています。さあ3投目、これは外れています。ノースリーです。奪った三振の数が1となっています。さあ次のサインは、一つもストライクがありませんでした。いきなりトップバッターを歩かせました。そして次の4番高橋、右の打席に入りました。金子、ここまで許したヒット詰まっています。打球をセカンドへ、取りました。ファーストへ、一塁アウト、ランナーは二塁へ。ランナーはワンアウト二塁に変わっています。ワンアウトになって次のバッターになります。スレッジ、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。まず初球、落ちるボール打ちました。右への打球です。今のはファウルになります。ワンアウトになっています。どこに構えるか、決めてきます。ちょっとタイミング取れていません。さあ決め球見せるか、低めのボール打った、これはファースト取った、一塁、これは余裕があります、アウトです。スレッジ、ファーストゴロに終わっています。出したフォアボールの数は1となっています。どこから狙うか、最初は変化球、空振りです。カウントワンストライクノーボールです。これが3回目のバッターボックス。第2球、ストレート落ちました。上がったか、ワンバウンド、さあ落ちました。今サードランナーがホームイン、ボールは中継のショートタイムリーツーベース。6対2。さあただいまの得点シーンご覧いただきましょう。これで4点差に変わっています。そして次の7番糸井、ランナーを返したいこの場面となりました。どこに入れてくるか、最初から際どいコースを狙ってきました。ワンナッシングです。今シーズン打たれた安打の数が112となっています。さあ2球目、変化球打った、左方向へ、後ろに下がる下がる、取って3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。ファイターズ1点を返しています。6対2、得点差を縮めています。
6回の裏バファローズの攻撃、この回は7番から始まります。下山、6回の裏ノーアウトです。さあ初球はどうでしょう。初球から際どいコースをついてきます。カウント1ストライクノーボールです。バッター下山、2球目はどうでしょう。ストレートはこれは決まりません。1球2球と外へ行きました。ここまでのバファローズヒットが11本、そして6点を入れています。一方のファイターズヒットが6本、2得点という内容です。バファローズがリードしています。外、これはボール、ワンツー。6回の裏バファローズの攻撃、バッティングカウントからの4球目、外れてボール、ボールカウント1エンド3、ノーアウトランナーありません。さあ5球目、これはストライク、カウント2スリからの6球目、ストライク落ちた。最後はバットに当てさせませんでした。バッター大引き、4回の2打席でセカンドゴロに終わっています。さあ初球、最初は見ていきます。カウントノーワン、さあバファローズ連戦の初戦、ここまでリードを取っています。さあ2球目はわずかに外れてノーツー、続けてボールになりました。大引き、一度の出塁がありました今日のゲームです。3球目、外へのボールは入りません。3ボールになりました。この回はワンアウトになっています。次の配球はストレートのフォアボール、フォアボールのランナーを出しました。そして次の9番日高、左のバッターボックスに入ります。フォアボールでランナーを出しています。ファーストランナースタート、ストライクになったがこれは盗塁成功、余裕がありました。いやもう完璧な盗塁でした。そうですね。さあリプレイがあるようです。さあ2球目、ザモト、ワンエンドワン、5回の2打席目、2打席連続のヒットを放っています。3投目、あーっと強い当たり、これファウルにしてバッターもしまったと思っていると思いますけどもね。はい、空振り三振、カットボールで三振に仕留めました。アウトが2つになって次のバッターになります。坂口、5回の3打席目、ライトへのツーベースヒットを記録しています。まずは変化球、空振りになります。ボールカウント1ストライク。今日4回目のバッターボックスに入っています。2投目は外、外れてボール、平行カウント1エンド1。坂口、ここまで出塁は1回という内容です。さあ3球目、これはスライダーで決めました。このスライダーで追い込みました。さあ4球目、しかしこれは決まりません。手を出しませんね。はい、ここは見極めました。次が5球目、これは外れます。フルカウントになっています。さあフルカウントになった。さあどうだ、これはフォアボール、ランナー溜めて当たっているバッターに回ります。そしてバッターは2番村松、中村、今日は1回を投げた、ヒット低めを打って打球は左、交代交代取って、これで3アウト。ゲームは中盤6回を終了、バファローズ得点はなりませんでした。7回の表ファイターズの攻撃、ファイターズのトップバッター鶴岡、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。最初の1球、その初球ボールになりました。ボールカウントノーワン。さあ西崎さんにお聞きしましょう。先ほどの回に失点がありましたが、ここは慎重にいかないと前のイニングみたいになりますからね。ああなるほどね。さあこの回のマウンドどうでしょうか。ツーを切ります。ワンエンドワンになりました。金子、今日の6回までのピッチング、打たれたヒットが6本、失点2の成績です。さあ次の3球目、さあこの打球はあっとこぼしている。さあこれはどうか、
ファイターズ今日放ったヒットの数が7個になっています。さあランナーが出ました。金子誠右打席に入っています。先頭打者いきなり内野安打を許しています。ここはバントしてきます。取りました。一塁へ送りバントが成功しています。まあ、このランナーは大事にいきたいですね。ここは送りバントでランナー進塁です。金子勝利投手の権利を手にしてのこの緩いボール打った。取りました。一塁送球あーアウト。田中ショートゴロに倒れました。そして打順が変わります。森本さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。第1球はあ転がしてしまった。このチャンスゼロで終わります。一塁に送ります。一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さて明日も今日と同じカードが行われます。熱戦の模様をご覧のチャンネルでお楽しみください。7回の裏バファローズの攻撃、打順はクリーンアップから始まります。ラロッカ通算500本安打まであと3本。ここでヒットが出ると498本となります。初球は手を出しません。ワンナッシングです。バッターは3番ラロッカ。2球目はどうか。おっと今度は変化球抵抗カウント1エンド1。今日はここまで3打数1安打。さあ3球目はどうか。低めのボール打って、これはキャッチャーか。今のスライドしましたけど、ちょっと引っ掛けましたね。ラロッカ、キャッチャーフライに終わりました。そしてバッターは4番カブレラ。右のバッターボックスに入りました。第1球です。初球ボール、ワンボールになりました。ワンアウトになっています。このボールはどうか。これはまっすぐ、ワンエンドワンになりました。まず先頭のバッターを打ち取っています。3投目これはバットが合いません。外を丁寧に攻めています。さあ次の4球目はこれはいい当たりだ。これは大きな当たりだ。これは強烈な当たり。これは文句ありません。ホームラン。カブレラ今シーズン第40号。7回の裏ホームランが飛び出しました。中盤ホームランで試合を打倒していきます。そして今ホームイン7対2。さあ今のホームランどうご覧になりましたか。まあ、お客さんもホームラン出ると嬉しいでしょう。1点を追加します。その差は5になりました。さあリプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるでしょう。バッター DH ローズ7回の裏ワンアウト。山口さん山口さん。はい一塁側です。どうぞ。先ほどのホームランについてインタビューしてもらいました。打ったのはインコースのまっすぐ。ホームランがやはり大きいほど嬉しいということです。それではお返しします。一塁側のリポートでした。低め落ちました。これはピッチャー。さあランナーが一人出ました。ここでねヒットが出ると先発全員でしょ。はいそれをファンも期待していることでしょう。初球は際どいところに来ました。ワンストライクです。今日の成績をご紹介しましょう。3打数ノーヒット。まだヒットは出ていません。さあこの当たりは取った。2塁アウト。1塁転送。1塁もアウト。ダブルプレー成功。3アウトチェンジ。今のシーンもう一度見てみましょうか。他球場の経過です。神宮球場です。2対1。7回の表に入っています。デーゲームの横浜スタジアムです。9対8。ジャイアンツが勝ちました。その他のゲームはご覧のようになっています。8回の表ファイターズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。稲葉1投目初球から際どいコース。ノンストライクワンボール。金子今日の7回までのピッチング許したヒットが7本。そして2失点というピッチング。2球目はどうか。これは大きな当たりだ。これはどうか。下がる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 。あーっと抜けた。頭の上を越えた。ボールが返ってきたがツーベースヒット。稲葉センターオーバーのツーベースヒットが飛び出しました。ここで打順は4番を迎えます。高橋この場面でのバッティングはどうでしょうか。第1球まずは外から来ました。ボール球にね思わず出ちゃいましたね。はいここはボール球で空振りを取りました。いきなりランナー2塁としています。次の第2球当てるのが精一杯。セカンド後方へキャッチしました。高橋セカンドフライに終わりました。ワンアウトで次のバッターが入ります。
スレッジ。さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。どこに入れてくるか。初球は変化球から入りました。ボールにしてきました。今シーズンのホームランの数が16となっています。次の2球目決めてきました。ボールカウント1エンド1。ワンアウトランナー二塁です。さあ田尾さんにお聞きしましょう。ファイターズはどうすればいいですか。まあ、当然ランナー返すことだけでしょう。はい、ここは得点できる場面になっています。ええ、バッター見送りました。さあバッター追い込まれています。さあ4球目低めのボール打って右へ。ファースト後ろに下がります。取りました。ツーアウトになっています。スレッジファーストフライに倒れました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。小屋ランナーを返していけるでしょうか。初球はどうか。初球振りません。枠いっぱいに決めてきました。バッターは6番小屋。このボールはどうか。あっとこれは強烈な当たり。三塁線わずかに左。ファウルボール。さあ勝負か。どうする。三振。スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。外中心だったらバッターも踏み込めますけどもね。はい、ここは三振です。ゲームは8回の表を終了。ファイターズ得点はありませんでした。8回の裏バファローズの攻撃。対するこの回の先頭下山右のバッターボックスです。初球スライダーで入りました。ノーワンです。今日はホームランを1本打っています。さあ第2球ボールになります。ボールカウントノーツー。今日は2安打ホームランも打っています。さあ3球変化球入りました。ここでストライクを入れてきます。ここまでのバファローズヒットが13本、そして7得点という今日のゲームです。一方のファイターズヒットが8本、そして2得点です。バファローズがリードしています。ここはスライダーできました。2ストライク2ボール。さあ何を見せるか。フルカウント 2-3 です。2-3 からの6球目大きな打球になった。打ち上げてセンターの打球ちょっと勢いがありません。下山センターフライに終わりました。そしてバッターは8番大引き。ここまで1点を失っています。何から持ってくるか。最初は見ていきます。西崎さん、ピッチングをご覧になっていかがですか。もう一つって感じがするんですけども。はい、さあ調子が上がってくるのか。これからのピッチングです。この回は先頭バッターを打ち取っています。このボールはどうか。これは見送ってストライク。2ストライクノーボール。際どく攻めるのか。これは外れました。この球は入りません。さあ4球目ここはストレート。カウント2エンド2。さあ5球目今度もまっすぐできました。フルカウントになっています。さあフルカウントになった。低めのボール打った。サードへの当たり取ってファーストへ。アウト。アウトです。大引きサードゴロに終わっています。順調にツーアウトにしています。さあ1投目変化球。打球はライトへ上がっている。ライト後ろに下がります。しかし大丈夫。これは間に合います。取ってスリーアウトチェンジ。さて試合は5点差のまま9回最終回へと入っていきます。9回の表ファイターズの攻撃。バッター糸井左のボックスに入っています。何から持ってくるか。いい当たり大きいぞ。いったいったいったぞ。スタンドに刺さります。ホームラン。糸井これで今シーズンの本塁打の数を9としています。9回の表ここでホームランが飛び出しました。
今ホームインを打ちました。7対3。そしてナインの祝福を受けます。1点返します。あと4点差あります。ただいまのホームランもう一度見ていただきましょう。これで4点差となりました。そしてバッター鶴岡、最終回の表ノーアウトです。さあ最初の1球、初球は手を出しません。針の穴を通すコントロールです。この回先頭打者にホームラン、1点を奪われています。この球はどうでしょう。ストレートを持ってきました。外へ2つ続けました。遊び球あるのか。これも強烈な打球、打球はセンター方向、ショートが抑えます。一塁へ、ファインプレーはアウト。もう一生懸命なのがいいですよね。はい、これは見ている方も気分爽快です。さあもう一度見てみましょう。バッター金子誠、右バッターボックスに入ります。さあ1投目、外から攻めていきます。バッテリー外してきます。今日ここまでは2打数ノーヒット。2球目はどうか。これはストライク、平行カウント、ワンエンドワン。金子、今日は9回途中までを投げて許したヒットが9本、この回そのうちの1本がありました。さあ3球目は外、これはボール、ボールカウント1&2。今日の奪三振の数は2となっています。バッティングカウントになったが直球で決めました。まああれだけ外に配球が来ますとどうしても踏み込めますからね。はい、確かに外への配球が多くなっています。次が5球目、まっすぐ打ちました。これはセカンドになります。抑えた、一塁送球、アウト。ちょっとヒット出なかったですね。はい、次のゲームにも期待しましょう。金子セカンドゴロに倒れました。完投に向けて最後のバッター、最初はボール、ボールにしてきました。ここまでは3点に抑えてきました。さあ次はどう攻めるか。ボールです。ボールが続きました。トップバッター田中健介、3球目、低いボール取って一塁送ります。試合終了。この2連戦の初戦は7対3、バファローズの勝利となりました。金子激闘を見せました。これで今シーズンの勝ち星を6としています。壇上にはヒーローたちがすでに上がっています。では投球成績からご紹介しましょう。先発の登板、9回、被安打9、四球1、自責点3、投げ切りました。次が打撃成績になります。4打数2安打、打点3、いい働きをしました。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は田尾康さん、西崎幸弘さんでした。楽しい解説をありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。そしてベンチリポートもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。